ドジャースの大谷翔平投手は13日、日本時間14日、敵地、タイガース戦で1番、指名打者で先発出場し、メジャー通算200号を放った。メモリアル弾を見事にキャッチしたのがタイガースファンの43歳エリック・ワインクープさんだ。ちょうどボールが転がっているのを見たんだ。ビールをこぼしてしまったよ。でもクールだった。ボールをすくい上げたんだ。 素晴らしいよ。こんなことは初めてだよ。この日は父の日のプレゼントとしてもらったチケットで来場。タイガースファンと会って、大谷にとってはメジャー通算200号は知らなかったという。僕はボールを返すよ。彼がボールを欲しいというのなら絶対に返すと笑顔を見せた。地元放送局からもインタビューを受けた。ホームランボールを掴んだだけで。 これれだけ多くくの人が興味を持ってくれるそれでどれだけ意味のあることなのかが分かったよ。すごいことだね最高だよと目をパチクリさせていた。